さあというわけでこちらのイベント大鳥日本分けちゃがしっかりと締めたいと思うんですけれども、今日のイベントなんと30組近くのアイドルさんが出られてたということで、この中でちょっと初めの方からいてたぞっていうつわものいてたりして、再入場禁止やのに、すごい朝から朝11時とかやったんでしょ、修行やん。もうあなたオタクとしてのレベル今日で格段に上がったよ。確かにね、すごいね、すごいよ本当に。まあでも今日は3連休ラストですか、はい、ラストですよ、ね、スポーツの日ということでちょっとわちゃちゃいつも以上に20分間激しく動いて激しくねスポーツの日をちょっと満喫したいと思いますんで、なるほど、はい、皆さん3連休ラスト明日から仕事とか学校とかあると思うんですけれども、そんなもう全部忘れてもうちょっと一緒にねスポーツの日らしくわちゃちゃと最高に暴れて楽しんでってもらったらなと思います。20分間最高の時間を過ごしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。俺らも15分押しっていうこと忘れて20分たっぷりライブやるわな。全然ちゃんと持ち時間中やるわ。しっかりやるよ。それでは次の曲は皆さんよかったら手拍子や心の中で一緒に盛り上がってください。日本はちゃちゃラストやからみんなで体力使い切りましょう。それでは聴いてください。コール最後まで言えるかな。それでは皆さん心の中で一緒に思いっきり叫んでください。きた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 湧いてきたYeah.
次は皆さん私たちに力を貸してください。借り物と勝利。ありがとう。人？人入ってる？怖い怖い。赤ちゃん入ってる？いやいや。いや原場所原宿やけどさ、うん、あの来てんのはオタクやからさ。いやいやいや。おしゃれ関係ない。またおしゃれとか、そうそうそう、あの無理して来てんのよ原宿。確かにな。だってあの人レスくださいっていう T シャツ着てるもん。ね。まんまやない。いや案外表参道の美容院ってはるやん。高いとこ行ってんや。ちょっとだけ告知させてください、はい、私たち YouTube 活動もしておりまして、はい、日本おてちゃで検索していただいたら出ますのでぜひ見てください。そしてこの後物販やるんですけども、全員等身機さんは写メ無料で撮れます。チキも1000円で撮れますのでね、よかったらおしゃれに自信がない方も大丈夫です。私たちむちゃくちゃ優しいので、この後よかったらチキも撮りに来てください。よろしくお願いします。おしゃれ近づけるように全部のチェキにハッシュタグおしゃれさんとつながりたい。フ
ほんならインスタでなんかフォロワー増えるって聞いたんで、じゃあモブンはファインダー越しの君にするわ。出た、あるよね。じゃあマトンはファッションセンター島村にします。ちょうどいいわ、ちょうどいい。それでは最後の曲聴いてください。君とクエスト。終わりましょう。君とクエスト。